皆さん、こんにちは。ホリプロは7日、女優の中村芽衣子さんが昨年12月31日に肺塞栓症で死去したと発表しました。89歳でした。葬儀はすでに密葬で執り行われ、お別れの会は後日執り行う予定とされています。ホリプロは、弊社所属の女優中村芽衣子が昨年12月31日肺塞栓症で亡くなったことをお知らせ申し上げます。89歳でした。すでに親族での密葬を済ませており、後日お別れの会を執り行う予定です。最後のお仕事は2023年12月25日の番組収録でした。皆様におかれましては生前のご講義を深謝申し上げます。株式会社ホリプロと発表。最後の仕事は先月25日に行った番組収録でした。夫で作曲家の神津義行氏は2歳8ヶ月で映画デビューしてから86年という芸能生活を生涯現役のまま幕を下ろすことになりました。長い時間をこの世界に存在させていただいたこと、皆様に深く感謝申し上げますとコメントを発表しました。天才子役として2歳から映画やドラマ、ラジオに出演、 NHK 紅白歌合戦では3年連続で赤組司会を務めるなど幅広く活躍した中村さん。夫は作曲家の神津義行氏で、長女は作家の神津環奈さん、次女は女優の神津葉月さんで、その夫が俳優の杉本哲太さんと芸能一家を築きました。芸歴86年を誇り、テレビ本放送の前から活躍した才女が静かに生きました。放送の歴史を知る生き字引の死は芸能界にとっても大きな損失です。22年5月4日に放送されたテレビ朝日系のトーク番組「徹子の部屋」に夫婦で出演し、朝晩のお酒は欠かさないと元気なところを見せ、23年2月2日放送の同番組では歌手の森久美子さんと共に出演するなど元気でした。そして先月25日には番組収録にも参加。これが最後の仕事となりました。中村さんの学歴は新宿区立市ヶ谷小学校卒なのですが、これは中村さんのお父さんがもともと何もかも一律の学校教育を嫌っていた上、1941年からは戦争教育となったことから、この大事な新鮮な脳みそを戦争はいいことだなんて教育されてたまるものかと怒って、ますます学校教育が嫌いになったからだそうで、それでも小学校くらいなら仕方ないと、暇な日だけ小学校に行ってもいいと言われていたそうですが、結局小学校にもあまり通わなかったそうです。また中学校にも行かず、お父さんからマンツーマンで勉強を教えてもらっていたのだそうです。そんな中村さんのお父さんはナンセンス作家の中村正恒さんで、昭和初期モボ、モダンボーイやモガ、モダンガールの軽妙な対話を中心に構成される物語を相次いで発表し、その軽快でユーモアあふれる文体はナンセンス文学ブームを巻き起こしたそうで、作家の井伏鱒二さん、残照魚等の著者らと共にモダンな文化を牽引したそうです。中村さんは2歳の時に映画「江戸っ子ケンちゃん」で子役デビュー。いろいろな配役を見事にこなし、天才子役と言われました。大河ドラマやのんちゃんの夢のナレーター、親父のヒゲシリーズなどで大活躍。そして女優ながら3時のあなたやクイズ年の差なんてなど、バラエティーにも多数出演しています。黒柳徹子さんの半生を物語にした2017年のドラマ「トットちゃん」で名演技を披露。 NHK 紅白歌合戦においては第10回から第12回まで3年連続で赤組の司会を務めました。歌手としても活動した中村芽衣子さん、日本のテレビ放送の歴史を語る上で欠かせない存在です。続いて中村芽衣子さんの夫についてご紹介いたします。中村芽衣子さんの夫は数々の名曲を生み出した作曲家。1983年、日本製粉から揚げ粉の CM で
中村芽衣子さんと共演、植物発信派の採取と研究で早稲田大学理工学部特別研究員となり、理工学部で15年間講師を務めたことも、作曲を信時清さん、トランペットを中山藤尾さんや北野博正さんに師事、映画音楽を中心とし、歌謡曲や吹奏楽曲、テレビ番組のオープニング曲などの作曲を多数手掛けました。映画音楽だけでも330作品を担当。代表的な作品には交響詩合算や小交響詩よりしろ、歌謡曲は新妻に捧げる歌、星空に両手をなどがあります。 NHK の音楽番組あなたのメロディーでは、1977年4月から1984年3月まで司会を務めました。中村さんが神津義行さんと知り合ったのは、作詞家の三木鳥郎さんのスタジオで神津さんが編曲した歌を歌うことになった時が初めてだったそうです。その曲というのがラジオ番組日曜娯楽版のためのおせんち娘という曲だったそうで、中村さんは譜面が読めなかったため神津さんにピアノでメロディを弾いてもらったそうですが、いざ歌を歌うことになった時、神津さんに舌どのくらい出ますかと聞かれたため、中村さんは舌ああと思いつつ舌を出したそうです。ただ背中を向けて座っていた神津さんからは何の反応もなく、しばらくしてから神津さんにまた舌はどのくらい出ますかと振り向きもせず、さっきよりも大きな声で言われたそうで、中村さんはもっと舌を出せということなのだと思い、思いっきり舌を突き出したそうです。それでも神津さんは一言も何も言わなかったので、中村さんは何も言わないなと思っていたそうですが、しばらくしてついに神津さんが振り向くと、中村さんが思い切り舌を出して立っているのを見てびっくりしたそうです。というのも、中村さんは舌を舌と勘違いして言われるがままに舌を出していたからなのですが、神津さんはというと、いや、あの音域で舌のことですからと呆れ顔で言ったそうで、ちょっとイラッときた中村さんは、だったら下はどこから上はどこまで出ますかと言ってくれなければわかりませんと言い返し、神津さんとの出会いは最悪だったそうです。神津さんの方も中村さんの第一印象は、こんな何も知らない人に初めて会っただったそうです。作詞家三木鳥郎さんのスタジオにアルバイトに来ていた国立音楽大学の学生神津義行さんと知り合うと、お互い第一印象は最悪だったものの、中村芽衣子さんはそれまで男性は芸能人しか周りにおらず、芸能人ではない普通の大学生だった。神津さんに新鮮さを感じ、ほのかに好意を抱いたといいます。中村芽衣子さんがまだ10代の時、睡眠不足でノイローゼになり自殺未遂をしてしまったそうです。死のうと決意し海に入るも、泳ぐことができた中村芽衣子さんは引き上げられたのだとか、親に連絡が行くとショックを受けると心配していたところ、偶然洋服のポケットに神津義行さんの電話番号が記されたメモが。中村芽衣子さんは、このメモの電話番号に連絡してくださいと引き上げてくれた方へ告げたといいます。その後電話を受けた神津義行さんが急いで中村芽衣子さんのもとに飛んできてくれたのだとか。まだ交際する前の運命的な出来事、命を助けてくれた神津義行さんとはラブロマンスにより結ばれたのです。3年の交際期間を経た1957年、中村芽衣子さんは23歳の時に結婚。新婚当初は熱々のカップル時間を過ごすため二人暮らしをしていました。しかしマスコミからの取材が殺到したのだとか、中村芽衣子さんは後に、カメラ前だから一生懸命ニコニコしていたんです、気を抜いていなかったのでボロが出なくてよかったのかもしれませんけれど、笑と新婚時代を振り返っています。神津義行さんが卒業した大学は女性が多数在学していたことから、常にレディファーストで接してくれたとのこと。お米を研いだり家事を積極的に行い、子供たちが小学生の頃は学校へ送り迎えをしてくれたといいます。
自殺未遂を助けてもらったことはもちろん、神津義行さんには感謝していたようです。2019年7月12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」では「型破りの妻」と題し、夫神津義行さんの訴えが数々飛び出しました。放送当時、中村芽衣子さんは85歳、夫神津義行さんは87歳。紅白の司会をこなすほどの中村芽衣子さん、いつも明るくしっかり者の印象ですね。しかし生活面では苦手なことが多いようです。神津義行、料理はね、どういうわけか味見をしないんですよ。家族の口に合わない衝撃的なものが出来上がるのだとか。神津義行、靴なんてムカデでも履かないくらい持っている。食べ物においても一つしか食べないのに三つも買ってしまうそうです。妻の料理は心配だと神津義行さん自ら台所に立ち食事を作ると言います。そして年金だけで暮らしていけるよう倹約生活を心がけているとのこと。自宅も売却しアパートに移住。どうやら神津義行さんの方がしっかりと妻を支えていたようです。中村芽衣子さんがベッドから落ちて上がれない時は助けてあげたと言っていました。さらにテレビを見ていてわからないことがあると何でもかんでも聞いてくる妻に丁寧に説明。神津義行、ろくに聞いてないんですよ。ずっと妻への不満のような訴えが続くも、中村芽衣子さんは反論はせず時折苦笑いをして聞いていました。そして夫にこんな可愛い言葉を。中村芽衣子、結婚生活どうして辛抱できたの？神津義行、難しいことを言わないよう言葉を制限してるからね。あなたが諦めてるのと同じ。わら、二人で無理はせず諦めて平和を保つ。これが夫婦円満の秘訣かもしれません。ここで再び可愛らしい発言をした中村芽衣子さん。中村芽衣子、私はあなたのこと一度も諦めたことないわよ。こんなやりとりが神津義行さんも愛らしくて楽しかったのかもしれませんね。中村芽衣子、離婚したいと思ったこともあるけど自分がわからないことだらけに気がついた。あなたがいないと困る。こんな風に素直に言える中村芽衣子さんは素敵ですね。やはり夫婦は時にプライドを捨てて甘えることも大切で、それを受け入れ合うお互いの寛大さが重要なのでしょうか。夫婦で80代を迎えた時にどんな形でいられるのか、年数を重ねないとやはり難しいようです。中村芽衣子、何でも答えられて夫は百科事典みたいなんです。神津義行、いやいや、あなたは嘘言ってもわからないからね。わら、中村芽衣子、あら失礼ね。わら、若い頃はよく喧嘩をしたそうで、中村芽衣子さんは家を飛び出したことも、橋の上で涙を流していると自殺するんじゃないかと間違われたそうです。昔から女性にモテていた神津義行さん。中村芽衣子さんはふむふむニュースのインタビューで夫の浮気について思いを明かしていました。浮気をしていないとも言い切れない。でもね、嫌になった時も他の男に比べたらまだこいつの方がマシかって思えてここまで来たのよ。わら、徹子の部屋では漫才のような掛け合いでトーク、これぞおしどり夫婦といった印象でした。また同番組では歌手美空ひばりさんとの秘話も明かしていました。中村さんは親交のあった美空さんの話題の中で、ひばりさんがね、私さ、あんたに早く会ってればよかったって言うから、と振り返り、仲良くなれたとかそういう話かと思って、なんでって一応聞いたら、あんたでもさ、女房ができるんだ、親ができるんだ、私早くあんたを見とけばよかったってよく言われた、と話しました。これに駆け出し時代中村家に居候していたオペラ歌手の森久美子さんは、私もひばりさんに神津家でお会いした時に、なんかまさかひばりさんがいらっしゃると思わないので、うわって思って、と言い、ひばりさんが善之助のためにハッピーバースデーと言って歌ったりしてくれてたりしていたんですよ、と明かしていました。中村芽衣子さんと神津義行さんには子供が3人誕生しました。
全員が芸能に携わり、芸能一家でコウズファミリーと呼ばれています。長女のコウズカンナさんは1958年10月23日生まれ、1977年に東洋英和女学院高等部卒業し、その後ニューヨークへ渡米しています。サラ・ローレンス大学に入学するも中退しますが、帰国後に著書「親離れする時に読む本」を発売。これをきっかけに作家としての活動を始めました。国立女性教育会館運営委員などを務め、作曲家、作家、エッセイスト、コメンテーターとして活躍中です。次女の神津葉月さんは1962年8月31日生まれ、東洋英和女学院高等部を卒業後ニューヨーク大学へ留学しました。その後1983年に花王名人劇場、我が家はカタログで女優デビュー。若手ながら演技派女優として注目され、テレビ、映画、舞台、エッセイ、ラジオの DJ など才能を開花させ活躍しています。また1992年に俳優の杉本哲太さんと結婚し、現在は子供3人のママとして奮闘中です。長男の神津善之介さんは1972年生まれ、1991年に武蔵工業大学に入学し、翌年には J トレンツリャドに師事しました。1997年東京ガレリアプロバにて初個展を開いています。すでに結婚され子供も誕生。現在はスペインに住み、この地を拠点に洋画家として活動中です。若い頃は親の名前を出さずにやってやると突っ張ってきたようですが、画業25年を超え肩意地を張ることはなくなったと話しています。中村芽衣子さんと神津義行さんは芸能で活躍する子供たちに囲まれ孫も誕生。楽しく賑やかな一家になりました。2013年3月1日放送のテレビ朝日『徹子の部屋』では、長男の善之助さん一家が孫の宇之助くんを連れてスタジオに登場していました。このように神津さんにとって中村芽衣子さんは最愛の妻でしたが、中村芽衣子さんを失ってからも頼もしいコウズファミリーに注目していきたいです。中村芽衣子さんに心よりご冥福申し上げます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。